皆さん、こんにちは。編集長マジです。今日は日本でリメイクされた韓国ドラマ語っていきたいと思います。語るんですけど、ちょっと声がやばい。風邪じゃないんですけど、今日結構声張る仕事があって、90分間全力で喋り続けたら声が死にました。でも今日撮らないと皆さんにお届けできないので、頑張って撮ります。聞き取りづらいところがあったら本当にごめんなさい。できるだけ聞きやすい声で喋ろうと思いますので、最後までぜひ見ていてください。で、本日は日本でリメイクされた韓国ドラマということで、韓国のドラマが日本でリメイクされて放送されるっていうことも結構あると思うんですよね。そういったドラマを今回は集めてみました。日本と比較してこう楽しめるところもありますし、逆にこういうところが違うよねっていう風に楽しめる方法もあるので、どんなドラマがあったのか、そしてそれってどんなドラマなのかっていう内容について話していけたらいいなと思っております。今回は5つ紹介をしていきますので、どんなドラマがあるのかぜひ最後までお付き合いください。それでは早速どうぞ。それではまず1つ目は知っているワイフです。これはね、チソンさんとハンジミンさんが主演で撮影されていたドラマになるんですけど、夫婦生活に疲れた夫婦が12年前にタイムスリップするっていう話で、そっからまあそれぞれ違う人と惹かれ合っていたんだけど、でも気になるのは、さあその彼なのかどうなのか、お互いなのかみたいなところをモニタリングしていくっていうのが主な趣旨になります。まあ、知っているワイフっていうのは、結婚とか好きって感情ってどういうことなんだろうっていうのがすごく考えさせられるドラマになってまして、こう日本ではね、広瀬アリスちゃんと関ジャニ∞の大倉くんが主演で、韓国版と同じくタイムスリップする話として公開をされておりました。まあ、日本版でも韓国版でも結構注目を浴びましたし、このなんか今日なんで関西弁なんやろ、前は今日関西弁でいきますね。この知っているワイフ自体も、まあ、めちゃくちゃ面白いドラマになりますので、今ねどこで見れんねやろ、ちょっと調べてみますね。ネットフリックスで多分見れへんかったと思うねんな。あ、知っているワイフありますね。ネットフリックスにあります。ぜひ見ていただきたいですし、やっぱりチソンさんといえばね、カメレオン俳優っていうところでも、とてもこう私も大好きな俳優さんの一人で、もうキルミンヒールにもね、影響が強いんじゃないかなと思うんですけど、でも、また違った夫の関わりを演じているので、ぜひこちらも楽しんでみてください。続きまして、紹介をしていきます。2000です。やばいね、声。どんどん出えへんくなる。いや、これ動画の中でさ、どんどん出えへんくなっていったらちょっとおもろいわ。最後の変化すかすかもしれん。ミセンはプロの技師を目指して頑張ってたチャングレっていう一人の少年がいるんですけど、まあ、とあることがきっかけでコネで商社のインターンに入社することになったんですね。学歴もないし、スキルもないし、これまで学んできたことも全然ないみたいな、語学力もないしって中で、こうどうやって社会で戦っていくのか、そういって今までプロの技師を目指していた彼だからこそ、どういうふうに物事の考え方が変わっていって成長していくのか、そして彼の周りを取り巻く環境の変化について考えさせられる人生ドラマって言われることが多いんですけど、ミセンってチャングレの成長もそうなんですけど、そこに出てくる上司との関わりとか、チームって何なんだろうとか、同期のね成長みたいなところも描かれていて、いろんな立場の人が共感できるドラマになってるんですね。特にサラリーマンの方共感できる部分多いんじゃないかなと思ってて、韓国版は確か2017とか2015とか結構ね前のドラマになるんですよね。時代背景が違ったりする部分もあるんですけど、でも変わらない根本があってみたいな、学生頃に見たやつと会社員になって見て感じられる部分っていうのが全然違うくて、もう共感もすごいするし、一歩ずつ成長していくグレたちの姿を見て、もう私も頑張らなかなって思えたりもしたので、そういうところをぜひ共感していただけるドラマなんじゃないかなと思います。特にミセンって本当に韓国でも大人気になったドラマなので、ショーをね総なめにしたりとか、オカチョーっていうね上司がすごいいい役を演じていたりとかして、お父さん世代にもお母さん世代にも楽しんでいただけるドラマなんじゃないかなっていうふうに思います。日本ではシワンくんが演じたチャングレの役を平成ジャンプの中島裕翔くんが演じていました。内容はあんま変わらんねんけど、やっぱり日本と若干こう設定が違うところとか、あ、ここそうなるんやみたいなところがあったので、違いを見つけるのも楽しみの一つやなって思います。で、ここで、ね、まあ、注意しなあかんのが、日本ってやっぱり1ターム何クールみたいなのが決まってるから、そこの間でその作品を存分に出さなあかんっていう条件があるし、一方韓国って20話ぐらいまであったりするから、作品の幅ってある程度しゃあないなって思うんですよ私。だからどっちがおもろいどっちがあかんみたいなんじゃなくて、それを違いとして楽しめるのがこう一番の楽しみ方
じゃないかなって私は思っております。そして続いてはグッドドクターです。これね、演技大賞総なめにしたチュオンさんが演じております。チュオンさん大好きなんですよ。チュオンさんってほんまにカメレオン俳優ってさっきチソンさんのこと言ったんですけど、彼もほんまにそうで、医師として切磋琢磨する風景を描いてるんだけど、ただの医師じゃないんですよね。人の心に寄り添えるお医者さんをチュオンさんが演じていて、そんな彼の支える周りの人がいたりとか、彼のまっすぐな心に動かされる患者さんがいたりとかっていう、こう人との関わりみたいなところをすごく丁寧にかつ大事に大事に扱っているドラマになります。日本では山崎賢人くんとあと上野樹里さんで演じていて、これまたね大人気になって、私もオンエア見たんですけど、めちゃめちゃ良かった。普通に感動した。チョンの演技もめっちゃすごいんですよ、これ。山崎賢人くんね、ほんまにすごかったんやけど、なんか二人ともそれぞれ良さがあって、表現の違いとか、もちろん背景もちょっと違かったりするから、細かい情景とかも二人ともすっごい上手に描いてて、どっちも好きやなって感じになりました。どうしても、やっぱり韓国ドラマの方が話数も多いし、描ける情景も多いから、どうしても日本ドラマがちょっと物足りなく感じてしまう瞬間とかってあるんですけど、グッドドクターに関しては、あんま感じんかった。それは、まあ、上野樹里ちゃんと山崎賢人くん、多分すごいんかな、か脚本がマジですごいんかは分からへんけど、その2人の演技がすごい好きやったし、まあ、まずチョンの方から見てほしいなって私は個人的に思うんですけど、そのいろんな俳優さんの良さが引き出されるすごい素敵なお話なので、皆さんもぜひこの機会に見てみてください。これね、アメリカでもリメイクされたみたいなんですよね。国によってどんな風に作品が取り扱われてて、多分背景とか違うからさ、どういう風に描かれていくのかなって見ていくのも楽しみの一つですよね。ということで4つ目いきますよ。4つ目はイケメンですねです。もうこれは懐かしすぎるよ。4人のバンドのね、1人に問題があって、双子の女の子が男装してバンドのメンバーに入るよっていう話でございます。はい。イケメン3人にね囲まれて、こう恋に変わっていくっていう姿にみんなが胸キュンするっていうのが話の筋なんですけれども、韓国版はチャン・グンソクさん、パク・シネちゃん、 FT アイランドのホンギ、 CN ブルーのジョン・ヒョンファ、この4人で構成されるっていう、まあ最強で最高のメンツなんですが、日本版では滝本美織ちゃん、あとキスマイの玉森くんで、あと藤ヶ谷くん、八乙女くんで演じておりましたね。イケメンですねは個人的には韓国の方がめっちゃ好き。厚みが違うから。まあ、しゃあないねんけどな、これは。アスの制限もあるし、背景も全然ちゃうしっていうところあるけど、なんせ、ヨンファとホンギがやばかった。だってもうさ、実力派バンドのさ、二人やんか。かつ、もう分かってるやん、歌めっちゃええの。もうヨンファもさ、俺のこと好きでしょとかさ、出てるから演技できるし、まあ、かっこいいわけよ。めっちゃええ役演じてるんよね。だから、ハマってまうわけ。ほんまにいつも以上に関西弁出てんねんけど、なんでなんやろ、これ。だから、胸キュン度合いで言うと、私の思い入れの問題かもしれんけど、韓国版の方が私はマジで、うわ、キュンみたいな、入れたーってなった。でも、滝本美織ちゃんもめっちゃ可愛いし、日本は日本ですごい見どころたくさんやったから、お互いでどういった違いがあったよね、みたいなのを比較できたらすごい楽しいかなって思います。そして最後5つ目はシグナルです。15年前のね事件について追ってた刑事の起きた不思議現象について無線機を使ってその事件にねたどり着くことができるっていうことで、その情報を頼りに事件の解決を目指すドラマになるんですけど、韓国版ではイジフンさんが主演を務められておりましたね。日本版では坂口健太郎くんが主演を務めていて、韓国ではすっすごい話題になったし、めちゃくちゃ評価されたドラマだったんですよ、シグナルって。だから、それもあって、坂口健太郎くんがやるっていうところもあり、まあ日本でもね、すっごい注目されたよね。期待されてたし。なんかこう、韓国ってさ、すごいファンタジーに寄せがちっていうかさ、ね、ファンタジー要素すごいやん。日本って結構現実主義のところがあるから、それこそさ、韓国やったら、宇宙人と恋したりとかさ、星から来たあなたみたいにとか、トッキビーとかさ、タイムスリップしたりとかっていうのが結構あるけど、日本ってそういうのあんまないから、そこが韓国のエッセンスと、日本のもともといいところが合わさってめちゃめちゃいいドラマやったなっていう風に思いました。マジで誰目線っていう感じなんですけども、一般素人の意見ですっていう感じです。そうね、シグナルはマジでいいドラマなんで、アイキャッチだけ見るとまあそうとかどうなんやろって思うかもしれんけど、一回そこの沼にはまったら抜け出せない面白さっていうのがあると思うので、皆さんもぜひ体感してみてください。ということで本日は日本でリメイクされた韓国ドラマについて語っていきました。いかがでしたでしょうか。今日はね 1,2,3,4,5 個紹介していきました。まず1つ目が知っているワイフ、2つ目がミセン、3つ目がグッドドクター、4つ目がイケメンですね、そして最後5つ目がシグナルです。ぜひこの機会に見直したりとか、あと初めて見るよって方はぜひ目を通してみてください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。
そしてトゥースというオンラインコミュニティもやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。アンニョン。